どうも、赤ショップゆでです。今回生態の入荷がありましたので動画撮りました。で、結構箱の量がちょっと多かったので2つにまとめました。まずは水草からですね、当店初入荷のものがあります。それはこちらですね、今年日本初入荷かな。で、このアヌビアスジェイドってやつ、全体的にちょっとシンプルでちょっと綺麗に仕上がった感じですね。すごく人気が出そうです。こんな葉っぱです。ヤフオクでも出すのでよろしくお願いいたします。定番のゴールデンナラ、こちらアヌビアスゴールデンナラです。当店では税別1000円で購入します。こちら、ランキョラーターです。結構株も大きいし、2つぐらい入ってますね。こんな感じです、株は。もう片方も。大きさもですね、このランキョラーターこんな感じです。手のひらぐらい大きさあります。はい、こちらはレイアウト水槽に使おうと思ってですね、コンテスト用に作っているやつで使おうと思っているやつです。ハイグロフィラポロシペヌマと、こちらは販売用スクリューバリセネリアを入れました。販売用です。当店は水草1本売りからしてますので、ぜひ1本だけ欲しいでも全然 OK です。価格でいうと50円からですね、1本税別50円から販売しております。アナカリスは1本70円です。70円で間違えました。アナカリスは1本30円になります。で、こちらも大人気でしたね。アヌビアスのキリンですね。こんな感じで波打った感じ。これも入荷しております。ちょっと価格が落ち着いたんでね、ブームの時の価格よりは、手頃な価格になってます。株の状態はこうかな、こんな感じです。手頃になったんで、欲しかった人ぜひ手に入れてください。で、次魚に移ります。まずはこちら、いつものところと取るところが違うんです。3匹だけなんですけども、スーパーデルタです。出たスーパーデルタ。で、こちらコロンビアさんのコロンビアの、グリーンネオンテトラです。ワイルド、最近入り始めたのは状態が良くていいですね。なのでまだ当店にもいっぱい仕入れて、まだいるんですけども、また追加で100入れましたんで、これもこれもグリーンネオンです。で、こちらがコリドロスピグミーになります。ピグミーです。これ人気ですよね。買うときはだいたい5匹、10匹、その辺くらいで買った方がいいですね。1匹、2匹いてもいるかどうかわかんないです。はい、で、こちらが当店初入荷、ワイルドのハニードアグラミーになります。ゴールデンの黄色いやつと、想像している方は全然違うじゃんと思うんですけど、これが普通 のワイルドの野生の、原種です。意外とね、いつもいるようなやつじゃないんで、ちょっと気になる方は買ってみてもいいですね。シンプルでしたね。次こちら、レッドテールヘミオダスです。鳥の子さん、めちゃくちゃ状態よく元気ですよ。前回も撮ったやつ元気だったのでね、また入れたいなと思いました。リストに載ってましたので入れました。ちょっと今回5匹しか手に入りませんでしたね。もうちょっと頼んだんですけど、また入荷次第入れます。こちらはプリステラです。ね、はい、プリステラ定番です。こっちもプリステラです。はい、次の箱行きます。最近当店でも置き始めたレインボースネーク、スネークヘッド系のニューレインボースネークヘッドです。
まだ可愛いサイズですね。で、こちらがちょっと久しぶりに入れたコリドラスパンダになります。めちゃめちゃ状態いいです。こんな感じ。これもそうですね、コリドラスパンダです。いっぱいいます。はい、こちら次、これ人気シリーズの、コリダスハブロッツ、まあ、ピグミーに次いで人気かな、ちっちゃいシリーズでは。こんな感じです。はい、次、はい、こちらが、当店初入荷です。はい、これを見つけた時は、びっくりしたんで、ぜひ取らないとと思いましたね。ラッツボラヘテロモロファのビンタンレッド、ラッツボラのヘテロモロファで産地によって、一番赤いと言われてるやつですね。同じヘテロモロファなんですけど、やっぱ産地のやっぱ違いっていうのはありますので、赤みが強いとなります。結構珍しいんでね、あのいるうちに買ってください。レッドです。こちら、久しぶりに見ましたディープレッドホットルテトラです。小型ですごく赤くて可愛くて綺麗ですね。ぜひ、まあ、あのテトラオールと一緒に泳がしたいです。感じですね。本当に色が出ると真っ赤なんですよ。こちらもディープレッドホタルです。ぜひね、10匹以上で泳がしてください。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。